北の湖と千代の富士はどちらも幕内最高優勝20回以上を誇る大横綱です。北の湖が横綱として全盛期を迎えている時、千代の富士は番付を上げてきている段階で、北の湖は千代の富士の壁になり続けます。そして初顔合わせから千代の富士は北の湖に6連敗してしまい、千代の富士としてもなかなか勝てない相手でした。ですが1981年1月場所の優勝決定戦で北の湖に勝ち、千代の富士は初優勝、場所後の大関昇進を決めています。北の湖自身もこの時の敗戦を完敗だったと答えており、千代の富士の実力を認める発言をしました。こうして徐々に力の差が埋まっていきます。そして北の湖は千代の富士に完敗したこの取り組みを鮮明に記憶していました。北の湖と千代の富士の関係性。千代の富士は昭和の終わりから平成にかけて独走時代と言われるほど他を寄せ付けない強さがありました。そんな千代の富士が番付を上げる上で大きな壁となっていたのが横綱の北の湖です。千代の富士としても北の湖を倒さなければ優勝できなかったので、北の湖は大きな存在でした。北の湖が横綱として全盛期を迎えていた時代に千代の富士は番付を上げている段階だったこともあり、千代の富士は初顔合わせからなかなか勝つことができず、北の湖に全く歯が立ちません。ですが千代の富士は同じく北海道出身の北の湖を目標にしており、連日稽古に励みます。初めて北の湖との取り組みが組まれたのは千代の富士が新小結だった1978年7月場所。当時横綱としての実力も絶頂を迎えていた北の湖に釣り出されて完敗します。その後も北の湖には勝つことができず6連敗と力の差を見せつけられたのです。ですが千代の富士は北の湖に一歩でも近づきたい、肩を並べたい、追い越したいという思いもあり、必死に稽古に取り組みました。そんな千代の富士が初めて北の湖に勝ったのは1980年9月場所です。この場所を小結びで迎えていた千代の富士は北の湖にうっちゃりを決め、初めて勝利。当時千代の富士も実力をつけていましたが、北の湖は3連覇しており、1980年5月場所10日目から24連勝中でした。それまでは全く歯が立たなかった北の湖に勝ったこと、連勝中の北の湖を止めたことで、千代の富士も大きな自信をつけていき、力の差も少しずつ埋まっていきます。そして北の湖は千代の富士に完敗した取り組みを鮮明に記憶していました。北の湖が千代の富士に完敗した日、千代の富士は北の湖に初めて勝ってからは番付を駆け上がり、1980年11月場所では新関脇で11勝として翌場所を大関取りの場所として迎えます。この場所で千代の富士は初日から白星を重ねていきました。そして10日目に北の湖が敗れたことで千代の富士は単独トップになります。千代の富士は輪島、若乃花の二横綱も破り、初日から14連勝、単独トップのまま千秋楽で北の湖との直接対決を迎えました。ここで勝てば優勝が決まる場面でしたが、千代の富士は北の湖の釣り出しに敗れ、優勝決定戦へもつれ込みます。ですが千代の富士は敗れながらも冷静な目で相手の弱点を見抜いていました。千代の富士は後に本割での負けを、あの時は釣った北の湖さんが膝から崩れ落ちて倒れて、逆に負けた自分が土俵下で立っていた状態だった、だからポイントは下半身を攻めることだと思ったと語っています。そして優勝決定戦で千代の富士は右からの上手出し投げを放つと、北の湖は両膝から崩れ、千代の富士の初優勝が決まりました。千代の富士の初優勝が決まった千秋楽の平均視聴率は 52.2% で、大相撲の平均視聴率としては歴代トップを記録し、世間の注目も非常に高い一番でした。負けた北の湖は、回しを引きつけられて体が浮いた、あとは叩きつけられるようにして右膝から落ちたと思う、完敗だったとコメント。こうして北の湖に勝ち、優勝を決めた千代の富士は場所後の大関昇進が決まります。完敗だったと答えているように、北の湖は千代の富士の実力を認めていました。本割では横綱としての意地を見せましたが、
決定戦までのわずかな時間で千代の富士に攻略法を見出され、決定戦では完敗。これまで横綱として圧倒的な強さを見せていた北の湖ですが、この敗戦で世代交代も感じていたかもしれません。そして千代の富士はこのまま一気に横綱まで駆け上がるほどの勢いもありました。ですが翌場所、翌々場所は北の湖が連覇を決め、横綱として大関千代の富士の壁になります。北の湖の2連覇もあり、世間もまだ北の湖の時代が続くと思っていました。ですが千代の富士は着実に実力をつけており、1981年7月場所千秋楽、北の湖との1敗対決に勝利し横綱に昇進。ついに目標としていた北の湖の番付に並びます。北の湖は1975年9月場所から1981年9月場所までの約6年間はほぼ全ての場所で終盤まで優勝争いの中心にいました。ですが1981年の夏巡業で膝を痛めたことが響き、本来の相撲が取れなくなっていきます。ここから一気に千代の富士の時代になっていきました。怪我の影響もありましたが、千代の富士が横綱になってからは北の湖は2回しか優勝できず、千代の富士との横綱同士の対戦成績も2勝4敗と負け越しています。こうして千代の富士が横綱になってからは完全に実力も逆転してしまいましたが、北の湖の存在があったからこそ千代の富士は横綱まで昇進することができました。2015年に北の湖が急逝した時も千代の富士は、ああいう人がいたから私も頑張ることができた、大きな目標であり壁だったと答えており、自分よりも圧倒的に強い横綱がいたからこそ実力をつけることができたと明かしています。そして北の湖は徐々に実力をつけてきた千代の富士には負けたくないという思いがあったはずです。だからこそそのきっかけともなった優勝決定戦での敗戦を鮮明に覚えていたのでしょう。こうして横綱として全盛だった北の湖に完敗だったとまで言わせる千代の富士の強さは何なのでしょうか。千代の富士の強さ。千代の富士は力士としては小柄な体格でしたが、スピードのある相撲とパワーのある上手投げを得意にしていました。そして自分よりも大きな相手を持ち上げてしまう筋肉と力があり、こうした力で番付を上げていきます。ですが千代の富士は若い頃、細身の体ながら投げにこだわる相撲が災いし、何度も肩の脱臼に苦しみました。三役に昇進してからも北の湖を含む上位の厚い壁に跳ね返され、後の大関琴風には十両時代の初対戦から7連敗と大の苦手にしていたのです。そんな千代の富士は来る日も来る日も琴風のもとへ出稽古に行くようになります。そして苦手を克服し、7連敗の後の対戦成績は千代の富士の22勝1敗。千代の富士は怪我に悩まされる中で、怪我をせず体にも負担がかからない相撲とは何かを考えた結果、左の前回しを取って一気に攻め込む相撲にたどり着きます。こうした速攻相撲は琴風との稽古によって磨かれたものでもありました。こうして自分の弱点を分析し、相撲スタイルを変えることができたのも千代の富士の強さです。脱臼が千代の富士という大横綱を作ったと言われることもあり、脱臼癖から新しい相撲の形を見つけるなど、相撲に対して研究熱心だったことも強さの理由でしょう。また千代の富士は小錦と初対戦した時も完敗しています。当時横綱としても不振だった千代の富士ですが、小錦に完敗してから小錦対策と称し高砂部屋に出稽古に行くようになりました。そして翌場所からは対小錦戦で8連勝を記録し、出稽古の成果を発揮します。千代の富士は本場所で負けた相手に対して出稽古や巡業で相手の攻略法を見つけるなど、勝利への執念は凄まじいものがあり、こうした気持ちも強さの一つだったのでしょう。千代の富士の強さは苦手力士に対して出稽古を繰り返し攻略法を見つけるという努力家な部分もありますが、何よりも大きかったのは最短距離で正解に到達できる能力に極めて優れていたことかもしれません。初優勝を決めた優勝決定戦で北の湖に勝った相撲も、本割で負けた時の北の湖の崩れ方を見て
決定戦での攻め方を見つけています。たった一番の取り組みでも攻略法を見つけることができた千代の富士なので、出稽古を繰り返せばその分強くなり、苦手力士も克服できたのでしょう。北の湖も認めていた千代の富士の強さは、まさに大横綱と呼ぶにふさわしいものでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。